2022夏野菜いろいろということで、今回は現在育てている夏野菜を一気見してみたいと思います。種から育てたナスですが、昨年は外に出すのが早かったのか、下葉の方から黒い斑点が出てしまって取り除いていました。そのせいか収穫数は少なめです。今年は定食まで夜間は屋内管理していたので、下葉を落とすことなく定食を迎えました。まず成長の良かった一株だけ定食。幼苗期に虫にやられるとその後の成長が悪くなるので、2週間ほど防虫ネットをかけました。地際には土はねや乾燥防止と虫除けも兼ねて腐食を引きましたが、どこまで効果があるかは分かりません。次はキュウリです。こちらも成長の良かった2株を先に定食。ナス同様、定食まで屋内管理でヒゲが伸びる頃まで育苗しました。畑の端になんとかスペースを作って露地栽培。キュウリの2株の間には枝豆を植えてみました。枝豆はあまり背が高くならないので、つるが上伸びていくキュウリと相性もいいみたいで、成長面でもお互いいい影響を与えるみたいです。他に相性のいいものはネギ類やバジル、シソ、パセリなんかもあります。奥のメイン畑2畝は親の管理で毎年ミニトマトを育てています。手前はオレンジ系トマトで、奥が一般的な赤色トマト。そして奥にちらっと見えるスペース、今年はここに1株購入した継ぎ木苗のナスを植えています。こちらも枝豆を端に植えました。ナスは種から育てたナスとどのくらい成長が違うのか見てみたくて、1株だけ買ってみました。定食から10日ほど経ったプランターのナス、成長は順調ですが虫の被害も出てきます。こんな感じで、こんにちはお虫さん。ネットを外しているのでついちゃいますね。こちらは直接手で退場していただきましたが、防虫スプレーをしておきます。青虫対策は昨年から全ダーリを使用しています。ヨトウムシなどにも効果があるみたいなんですが、アーリーセーフと同じで有機栽培に使える比較的安全な農薬です。使用時期も収穫前まで使えて、使用回数の指定もないのでメインで使っています。説明にも記載がありますが、粘着剤を使った方が効果が高まるので、我が家ではグラミン S というものを混ぜて使っています。粘着剤は歯に薬剤を残りやすくするために入れるもので、これ自体に農薬の効果はありません。適量を混ぜ合わせた後は全体にまんべんなく散布します。葉裏にもしっかり散布。こちら即効性のある薬ではないので、定期的な散布が効果的です。続いてはオクラです。4月頭には種をまいて育苗していましたが、私のやり方が下手なのか、ポットでの成長が遅くてですね、定食まで時間がかかりました。こんなもんなんでしょうかね。ポットで2株成長していますが、定食はこのまま行います。オクラは夏に旺盛に成長するようで、成長を緩やかにするためにも密植でも問題ないみたいですね。反対側には芽出しさせておいたオクラ2株を1株のところに追加しました。植え付け位置を決めてオクラの定食は完了です。今期は5株育てていきます。さらにお隣にピーマンを1株。ピーマンも育苗に時間がかかりましたね。そして家の境の隙間の場所に作るのは唐辛子。空心菜の炒め物には欠かせない相棒ですね。今年は自分のところで収穫目指します。ここからは植木鉢プランター組です。まずはさつまいも。今期は土のう袋、植木鉢、プランターにたらいで計6株。つるが伸びてきたらうまく誘引してあげないといけないですね。
そしてその横にミニキャロット、あまり大きくならないタイプです。その奥にエンチャイ、横に葉ネギ、足元にいるのは春巻きほうれん草です。こちらはもう少しで収穫できそうです。そして衣装ケースプランターの春巻き大根、先日収穫した生き残り組ですね。その横に植木鉢のきゅうり、こちらは追肥苗の一株で、ただ植え付けの当初からすでに怪しくて白い点々模様がちらほらと、モザイク病もしくはベト病なんでしょうかね。植え付けがゴールデンウィークだったので夜間の寒さに当ててしまってはいるんですが、病気なのかなと心配です。プランターにも枝豆を植えています。昨年の枝豆作りも収穫はできはしたんですけども、茎が細くてヒョロヒョロで収穫数も少なくて、とても成功とはいきませんでした。隣にはまたネギからのネギ、こちらは昨年育てたネギを一度土から出して土を入れ替えて植え直したものです。こちらは4月種まきのニラ、ひょろひょろでなかなか大きくなりませんね。こちらも心配野菜の一つです。最後にプランターナス、定植から1ヶ月経った頃です。一番花はすでに取りましたが、ほぼ同じ位置にトリプルナス出現、これは今後のためにこの後摘果しました。と以上、2022夏野菜いろいろということで家庭菜園の様子を見てみました。今年はこのラインナップで育てていこうと思います。もし家庭菜園でこのリストにない野菜を育てている方がいらしたら教えてくださいね。育てられそうなら来年の野菜リストに入れたいと思います。最後にこの後、その後少し成長した畑のキュウリ、ナスの状況を見て終わりたいと思います。